おはようございます、宮城です。今日は、ね、これからまあ撮っていこうと思います。まあ詳しく説明すると、まあ、前回練習参加が全然できなくてどうなってるんだっていうところで、結構もう1週間弱ぐらい待ってるのに何も進まないので、このままだとただただアルメニア旅行してる人になっちゃうんで、それはまずいということで、もう練習場と時間を、あの元々チームメイトだった人からなんとか教えてもらったんで、突撃してコーチだったり、ダイレクターの方と話してどうなってるのか確認してきます。あわよくは練習、この練習着とバックにスパイクとか全部詰めてきたので、あわよくは練習参加しちゃって明日の試合入ろうと思います。もともと明日の試合参加する予定だったんですけど、結局何の連絡も来ないんで、もう行きます、やっていきます。こんな感じです。ワクワクします。歩いて30分ぐらいの場所に練習場所あるんで行きます。大学かな。はい、ついにね、覚悟を決めたというか、もう連絡を取っててもなんか状況が変わらなくて、もう少しもう少しっていう感じで、結局何一つ変わらないっていうので、もうしびれを切らして行くことにしました。まあ行って今日はね、どうなってるのみたいな話だけとりあえずして、練習入れなくても最悪いいんですけど、準備はしてきたっていう感じです。まあ、このままね、自主練とかしながらアルメニアに滞在するだけだと本当に多分何も起きずに終わる予感がしてるので、一つちょっと暴れることになると思うんですけど、とりあえずなんか行動に起こしてみようということで行きます。頑張ります。なんかアートのなんか道すごいですね、たくさんあります。すごい、めちゃくちゃいろいろある、綺麗だし。ということで着いたんでちょっと行ってみます。また話し終わったら動画撮ります。行ってきます。とりあえず行ってきました。ちょっと行った時の内容は文字にしてると思うんで、それを見ていただいて、ちょっとあんまりバレたくない人とかもいるので翻訳されてとか、ちょっと文字にしました。まあ、とりあえず、まあ、行ってよかったなと思うんですけど、まあどこまで人を信じていいのかっていう問題なので、ちょうどいいがめつさと引き際をちょうどうまく考えないと、ただの押し売り営業みたいになってしまうので、ちょうどいいところ、まあ、実際に動いてくれてる人もいるので、こう自分勝手な行動もできないので結構難しいラインなんですけど、まあ自分なりにはできたかなと思います。この後、まあ知り合いの日本人が練習試合あるらしいので、途中なんでそこ行ってちょっと試合でも見ようと思います。電車で行きます。はい、到着しました。この感じまだアップも始まってないので結構待つことになりそうですけど、まあ、ゆっくり待ちます。試合始まりました。いいスタジアムです。怪我してます。こうやって試合を見てるとめちゃくちゃサッカーしたくなります。もうね、ボール蹴りたいですね。パスとかでもいいですけど、何でもいいですけど、そうそう、サッカーボールを使った練習っていうか、サッカーしたいですね。シンプルにね、
トライアウト云々もそうなんですけど、とにかくそういう気持ちです。後半始まりました。若干眠くなってきたんですけど、みんな頑張ってますね。ボール蹴りたくなってきましたね。またはい、試合終わりました。帰ります。涼しいし見やすかったですね。あと2週間弱ぐらいで多分リーグが2部リーグとか1部リーグ始まるんですけど、それに向けて全チームプレシーズンマッチで練習試合をやってます。僕は何をしているんでしょうか。いやいやいや、強すぎますよこれ。皆さん強すぎる噴水バカバカ。これから30分ぐらい走ろうと思います。結局今日はまあ筋トレとかはできなかったので、せめて走ろうかな。意外と歩く量がすごい多かったので、今日は足の裏が疲れてるんですけど、まあ、走って足ちょっと上げて、まあ、ちょっと軽くなっちゃうので最低限やるかな。めちゃくちゃ涼しい。風で髪が揺れてる。こういうところに住みたいですね。頑張りたいです。帰ってきました。シャワー浴びます。これからシャワー浴びて寝ます。ちょっとエグい画質ですいません。近況報告ということで、実際にこうやって起きてるんで、やれることは全部やって、もう変な後悔はしたくないので全部やって、もうギリギリでもいいので契約つかみたいと思います。ないチャンスが回ってきた時に掴めるかどうかっていうのはっていうところなので、ちょっと、まあ、待つことも大事だし動くことも大事だしっていうので、どっちも大事だと思うんで、そこはいいバランスを考えたいと思います。ただただガツガツ適当に行っても、ただの変な日本人とか思われてうざがられて終わっちゃうので、そこはうまくやりながらやります。日々状況っていうのは変わったりするので、都度更新していくのでぜひこれからもご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ここまで見ていただいてありがとうございました。おやすみなさい。最後までご覧いただきありがとうございました。2024年12月31日までに YouTube 登録者1万人を目指してやっていくので、ぜひ面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。